僕の名前は水野修一、小学6年生。で、お前何持ってきてんだよ。え、参考書だけど、中学進学はそこまで迫っているからね。今日はみんなが待ちに待った修学旅行当日だ。僕たちは期待に胸を膨らませながらこの大型バスへと乗り込んだ。車内での相棒よ、よろしくな。ペキシッ。よろしく。この後、地獄の恐怖が僕たちを待ち受けているとも知らずに。みんなが盛り上がる中、バスは順調に走行していたが、読書がはかどると思ったら、やけに安村くんが静かだね。出発から1時間が過ぎた頃、さっきまでハイテンションだった安村くんの様子がおかしいことに気がついた。まるで死人のように顔面蒼白の安村くんを見るなり、嫌な予感が僕を襲う。大丈夫？具合悪いんじゃ。なんかちょっと酔ったかも。そう、安村くんは早くも車酔いにやられていたのだ。この状況で僕にできること、それは担任への報告だ。先生に言ってこようか。いや、言わないで。しかし安村くんはそれを拒否するばかり。すると突然、バス後方に座っていた女子がすっと手を挙げて立ち上がった。先生、田口さんが気分悪いって言ってます。何？このゲロ警告と同時に車内は一斉にざわついた。大丈夫？というお決まりのセリフとともに、先生はゲロ袋付きのバケツを手渡す。まずい、田口さんのゲロが安村くんのゲロを誘発する危険性が。この非常事態に僕も読書をしている場合ではなくなった。何を隠そう、僕の特技はもらいゲロだ。僕自身は全く車酔いしないのに、どうしていつも酔う人の隣になるんだよ。僕は安村くんの様子を伺いながら連鎖ゲロの発生に備えていた。しかしここで突如明るいニュースが舞い込む。窓を開けてたらだいぶマシになってきた。よかったね。田口さんが車酔いを乗り越え、車内のクイズ大会に参加できるほどまでに回復したのだ。連鎖ゲロの心配もなくなり、バスは揺れの少ない高速へと突入して、非常事態は去ったかのように思えたが、こしたい。あ、その時隣で安村爆弾がポツリと火花を上げた。安村くんの不調の原因は車酔いではなかったのだ。や、安村くん？うっこがもうすぐそこまで来ているのか。よく見ると安村くんの尻は座席から数ミリほど浮いている。もらいゲロの心配をしていた僕は浅はかな愚か者だった。安村くんは今にも生まれ落ちんとするうっことの熱い死闘を一人孤独に繰り広げていたのだ。しかしそれを知っても僕にはどうにもできない。もう出そう、先生に知らせようか。先生には言わないで。バスにトイレはついていないし、高速に乗ったばかりで次のトイレ休憩はずっと先。小学生にとってうっこという行為はイスラム教徒が豚を食うことに匹敵するタブーだ。こいつ学校でうっこしてやんの。学校で台でもしようものならその日からうっこマンというあだ名がついてしまう。とはいえこのまま漏らせばうっこマンよりもひどいおもらしマンという不名誉な二つ名がつくことは避けられない。先生、安村くんがうっこしたいって言ってます。僕は安村くんの静止を振り切り、可能な限り小さな声で先生に耳打ちした。しかし先生はそんな配慮にも気づかず、バス中に響き渡る大声で安村くんに問いかける。安村くん、もう出る？次のトイレ休憩まで我慢できない？それと同時にクラス全員がうっこが漏れそうな安村くんに注目した。安村くんの恨みがましい視線が痛くてたまらないが、これでひとまずうっこ爆弾を被爆することはなさそうだ。これで先生が安村くんの隣に座り、僕は先生の席に移動して身の安全を確保した。席を移動した後も先生は安村くんに無駄な問いかけを続ける。安村くん、我慢できそう？もし安村くんが我慢できないと答えれば、バスを止めて道端でうっこをさせるのだろうか。そんなことを考えている間にとうとうその時がやってきた。我慢できる？先生の問いに無言を貫いてきた安村くんがついに首を横に振ったのだ。その瞬間、車内はパニックに陥った。安村くんは一番前に、前の人たちは後ろの座席へ下がって。僕たちはモーゼにすがる民草のように逃げ惑い、先生、いやモーゼはそんな僕たちを導いた。
しかし座席の大移動をしたところで一体何の解決になるというのか。あれはまさか。そんな疑問は一瞬にしてかき消された。モーゼが手にしたもの、それはあのゲロバケツだったのだ。モーゼは海を割る代わりにゲロバケツをウッコバケツに変身させようとしている。安村君、これ。おお、ダメ。すぐそこまで迫っている地獄の瞬間をみんなが固唾を飲んで見守った。そして静まり返る車内でついにサタンが産声を上げる。恐ろしいほどの破裂音とともに車内に地獄の周期が蔓延した。そう、ゲリピーだったのだ。静寂に支配されていた車内にみんなの悲鳴と笑い声がこだまする。しかしここでバス後方の女子たちに異変が起こる。一度は胃袋へと帰っていた田口さんのゲロが安村君の下痢臭に誘われ再び姿を現したのだ。先生、田口さんが。次の瞬間、田口さんはまるでマーライオンのようにゲロを吹き出した。全門の虎、肛門の狼とはよく言うが、車内はまさに全門のビチグソ、肛門のゲロのカオス状態だ。ゲリとゲロの悪臭でもらいゲロの連鎖が起こり、車内は地獄絵図と化した。楽しいはずの修学旅行がまさかこんなことになるなんて。それでも汚物まみれの僕たちを乗せた地獄のバスは速度を落とすことなく目的地へと向かった。